どうも、ゆっくり霊夢です。どうも、ゆっくり魔理沙だぜ。霊夢、サンタクロースについてどんなイメージを持ってるんだ？え、サンタクロース？そうね。太ったおじさんとか？そうだよな。でもプレゼントを配るため、毎回煙突から家に入っていたら、いつか絶対に煙突に詰まってしまうと思わないか？え、何それ？どう考えても、詰まって動けなくなると思うんだぜ。まあ実際に、煙突にはまって死亡してしまったという事件があるからね。え、そうなのか？しかもこの事件には解明されていない謎が多く残っているのよ。解明されていない謎？詳しく聞きたくなってきたんだぜ。解説頼む。わかったわ。ということで今回はジョシュア・マドックス失踪事件を紹介するわ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。事件の舞台は、アメリカのコロラド州。ジョシュア・マドックスは音楽が好きな18歳の少年で、両親は離婚しており、父と二人の姉妹と一緒に暮らしていたわ。父子家庭だったんだな。2008年5月のある日、ジョシュアは妹に散歩へ行ってくると言って、外出したんだけど、その後彼が戻ることは二度となかったの。どういうことだ？もしかして家出とか？いいえ。家族の証言によると、ジョシュアはとても明るく聡明な性格で、学校でも成績優秀だったため、家出などは考えられないということだったわ。じゃあ、本当に突然失踪したってことなんだな。いつになっても帰ってこないジョシュアに不安を抱いた父は、すぐに警察に通報し、警察協力のもとコロラド州全域の捜索が始まったわ。しかし捜査の甲斐も虚しく、ジョシュアの足取りは全くつかめないままだったの。警察が調べてもわからないなんて、どこに行ってしまったんだ？その後もジョシュアを見つけ出すために、データベースの公開などが行われたんだけど、それでも彼は見つからず月日だけが流れていったわ。もしかして、何かの事件に巻き込まれちゃったとかか？ちなみにジョシュアの兄は、彼が失踪する2年前に自殺をしているのよ。家族もジョシュアが兄の後を追ったんじゃないかと不安だったろうな。いや、それが家族は兄の自殺を経験したジョシュアが、自分も自殺しようなんて考えるはずがないと思っていたわ。確かにそういう考え方もできるな。そうしてジョシュアは、大好きだった音楽で夢を叶えるために旅立ったのだと結論付けたわ。それはちょっと楽観的すぎないか？時は流れて7年後のある日、事件は大きな転機を迎えることになるわ。何があったんだ？ジョシュアが発見されたの。7年越しに見つかったんだな。ジョシュアは一体どこにいたんだ？彼がいたのは、自宅から少し離れたところにある山小屋。割と近くにいたんだな。の、煙突の中にいたわ。その日は10年ほど放置されていた山小屋の解体が行われたの。そして作業員が山小屋の煙突部分を壊したところ、中から人間の白骨死体が出てきたわ。それがジョシュア本人だったってことなんだな。そういうことね。解体作業はすぐに中止され、警察が身元特定をしたところ、ジョシュア・マドックスの遺体であることが分かったの。解体業者の人も、相当驚いただろうな。仕事をしていると突然白骨遺体が出てきたんだから、驚きよりも恐怖が勝っていたかもしれないわね。っていうか、どうしてジョシュアはそんなところで亡くなっていたんだ？それがこの事件の大きな謎なのよ。この事件で非常に不可解なのが、煙突で発見された際のジョシュアの体勢よ。どんな体勢だったんだ？頭が下で足が上になっている、いわば逆さまの状態で発見されたわ。頭から煙突の中に入ったっていうことか？そうかもしれないわね。そうかもしれないって？違うかもしれないのか？さっきも話したけど、この事件は分かってないことの方が多いの。このことについても謎のままなのよ。なんか不思議な話だな。煙突の中は非常に狭いため、中で体勢を変えるのはまず不可能なの。っていうことは、やっぱり頭から入っていったってことだよな。ただよく考えてみて。もし中で挟まらなかったら、頭から落ちることになるの。もし家に侵入するために煙突から入ったのならば、足から入るのが自然と考えるわよね。確かにそう言われればそうだな。じゃあまさかジョシュアは？何者かによって煙突の中に放り込まれた、そんな疑惑が浮かび上がったわ。失踪事件じゃなくて、殺人事件だった可能性も考えられるのか。そう考える人は多かったわ。発見された遺体は全裸の状態だったんだけど、ジョシュアが家を出た時に着ていた衣類が小屋の中で見つかっているの。しかも煙突の真下ではなく、少し中に入り込んだところにね。誰かがジョシュアを煙突に放り込んでから、服を小屋の中に捨てたってことか？そうかもしれないわね。煙突の中は身動きができないほど狭いから、煙突に挟まった後に服を脱いだということはありえないわ。ますます不可解になってきたんだぜ。もちろんジョシュア本人が自分で服を脱いだということも考えられるんだけど、
そうなると彼は裸で屋根まで上がり、煙突に入ったということになるわ。それも考えられそうにないな。じゃあやっぱり、誰かに無理やり煙突に放り込まれたってことなのか？そう考えるのが妥当なところなんだけど、必ずしもそうとは言えないのよ。どういうことだ？発見されたジョシュアの遺体を調べたところ、骨折や傷跡のようなものは見られなかったのよ。つまり誰かに強引に入れられた可能性は低いってことなんだな。あまりに不可解なこの事件は、解決に困難を極めたわ。確かに事件かも事故かもわからないもんな。じゃあ結局、この件はどういう結果になったんだ？2015年9月、警察は最終的に今回の件を、事故であったという風に結論付けられているわ。結局、事故になったのか。警察の見解は偶然の事故によって煙突に落下してしまったジョシュアは、そこで身動きが取れなくなってしまい、そのまま低体温で亡くなった、というものだったわ。いやいや、そう決めつけるのは結構無理があると思うんだぜ。そうね。マリサと同じように、この結論に納得できない人は多く現れたわ。そうだよな。どう考えても、ほぼ裸の状態で屋根の上なんて上がらないからな。そして今回の事件を他殺であると考えた人物の一人に、ジャック・マーフィーという人物がいるわ。この人はどういう人なんだ？ジョシュアが亡くなっていた煙突のある小屋の持ち主よ。マーフィーは現場の状況からして、明らかに偶然の事故ではないということを訴えたわ。マーフィーは何か知っていそうだな。実はこの小屋の煙突には、動物が誤って入ってこないようにするために、鉄筋が取り付けられていたわ。さらにその周りには、ワイヤーメッシュも使用されていたのよ。確かにそれなら野生の動物は入ってこれないな。野生動物だけじゃないわ。人間が偶然落っこちてしまうなんてこともありえないでしょ？本当だ。っていうことはやっぱり、ジョシュアは事故死ではなかったんだな。でもマーフィーの証言と警察の見解は違っていたわ。どういうことだ？警察が言うには、煙突に金属メッシュがあったなんて誰も見ておらず、現場の写真にもそのようなものが写っていないと主張しているのよ。どちらかが嘘を言っているってことだよな。その可能性が高いわね。だがマーフィーが犯人だったとすると、わざわざ事故で終わりそうな話を覆そうなんて考えないでしょ？それもそうなんだぜ。とは言っても、警察が隠蔽をしなければいけないような理由もわからないの。ただでさえ謎が多いのに、まだわからないことが出てくるんだな。結局その後の調べで、金属メッシュが煙突の解体の際に全て回収され、スクラップになっていたことが発覚しているわ。っていうことは、煙突に偶然落ちてしまったというのは間違いだったのか？そうかもしれないわね。検察も殺人事件の可能性が高いと見ていたけど、結局決め手となる証拠は見つけることができず、事件は終わりを迎えたわ。なんかモヤモヤが残るんだぜ。事故として片付けられたけど、容疑者として名前が挙がった人物もいるのよ。どんな人なんだ？ジョシュアの友達であるアンディという男よ。彼はジョシュアが失踪する前にも会っているの。そして実はこのアンディという人物は、複数の人間を殺害したとして逮捕されている過去もあるわ。確かにかなり怪しいんだぜ。多くの人がアンディが犯人ではないかと疑ったわ。しかしジョシュアが発見されたのは失踪してから7年も経っており、真実を突き止めることはできなくなってしまったわ。本当に不可解なことが多い事件なんだな。ということで今回はジョシュア・マドックス失踪事件について紹介したわ。煙突を解体していたら突然遺体が出てきたなんて、業者の人もかなり驚いただろうな。そうね。それにしてもこの事件は本当に偶然の事故なのかしら？どうだろうな。事故っていうにしても、事件っていうにしても不可解な点が多すぎるんだぜ。とにかく屋根に上がるときは注意しないといけないわね。マリサも煙突に詰まっちゃうかもしれないわよ。なわけあるか。というわけで今日はこれでおしまいよ。それでは、次回もゆっくりしていってね。